スリートの食事制限は大変そう。そんな俺は制限してないっすけどね。なんか栄養管理とかは特にやってた時もあったんすけど、でもやあんまりなんか一回本当にめっちゃちゃんとやった時にストレスでジンマシンとかできちゃったことがあったんで、それでやめたって感じっすね。かえって良くなかったパターン。うん、でもその分体動かしてるし、ね、まあ、本当に食事制限とかって合わへんがあるからな。うん、人それぞれ。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。